あ、ゆうさん来られた。お疲れ様です。遅れました、すいません。はい、ペタゼロ。何やってこんな遅くなってんだ、伊豆。ごめんなさい、本当すいませんでした。ゲンさんが言ってました。え？言ってません。一言も言ってません。部屋立てらんねえわ。むしろ許容しまくってます。伊豆が来ねえと始まんねえんだ、この2時間って。早くしろ、ハゲって言ってました。てか、伊豆さん、体調大丈夫ですか？あ、全然体調は大丈夫ですよ。大丈夫ですか？体調悪くなっちゃったんだっけ？あ、僕コロナでしたね。え？どうなの？あら、ちょうどあの1週間前にゲンさんの村参加したのが発症前で、うん、次の日病院行ったら発症しました。本当だ、声が違う。ゲンさんのせいにしますよ、コロナだったの。違う。いや、そうは言ってないやん。ゲン村がクラスター。ゲン村がミスだって言ってますよ。ゲン村がクラスターみたいな。ゲン村がクラスター言ってること。先月行かなくてよかった。俺もそうよ。回線越しで感染するのか。まあ。伊豆さん、部屋立てお願いします。立てました。え、大丈夫なの伊豆さん。いや、あのね、もう体調は万全で、その息吸い込んだら、うん、喉が痒くなって咳が出るだけっすね、今。ああ、なるほどね。あ、わかる。ちょっと鬱陶しいな。全然違う。無理して意地悪しなくていいからね、今日。ゆっくり休んでね。全然優しくない。ゆっくり休みな、本当に。無理して意地悪しなくていいよ、本当に。本当、本当。ゆっくり、ゆっくり走んな。ゆっくり走ってね。なんか、なだめてきてんな、みんな。一応、なんか、ストレス解消されそうね。昨日、おとといとマリカの大会出てきてるんで、アップはね、万全に終わらせてきてるんで。なんでこっこ本番みたいな言い方すんの確かに大本番です、ここが大本番なんだ。いや、そう、毎回月末はアベレージが現れるから、ゲン村にチャンスさん、しっかり月末参考ですもんね。ちゃんと狙ってるじゃん、ルーティンバレー。インターネットで、もう立ってますね。あ、立ててます。はい、ありがとうございます。あ、名前が違うから分からなかった。あ、大会の時の名前が、あ、すいません、すいません、MW さんでした。変えます。なんで MW と書いて伊豆です。むずい、むずい、英語下手。読み方むずい。